うわちなみに70代を出すのは何歳の時ですか？70代はもし勝ったらその時計をいただけませんか？この時計ですか？はい、僕がカラオケでスピッツのチェリーを歌っても俺のチェリーだからね、あれ。今日はプロと回れるということで、はい、緊張しますね。緊張しますなってすごいですよね、こんな機会。でもゴルフずっとやられたんですか？そうですね、8歳から12歳ぐらいまでやっていたんですけれども、うん、今日はちょっと久々なので。全然アマチュア側の人じゃないってことですか？いや、そんなことないです。聞いてたのとちょっと違うという。いや今日はもう皆さんについていくんで。いや、ほんまになかなかプロと回れることもないですからね。いや本当に貴重ですね。しかもトッププロ。いや本当にすごい。昨日まで試合してたね、お二人ともね、うん、小岩さんに関してはこうでやってたから。すごいですよね、もうこのコースを知り尽くしているのかもしれない。もうでもギチギチにこう仕上がってる状態のドシーズン中だから。そうですね。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。緊張しますね。はい、憧れの方なんで。今日はそのゴルフを通じて、もしかしたら友達になれるかもしれない。ゴルトモは。ゴルトモになれるかもしれない。ゴルトモぜひ。ぜひ。はい。呼び方からちょっとこう近づくようになったと思うんですけど。はい。ちょっとどう呼ばれて。どう。なんて呼ばれてますか。なんて呼ばれて。はい。みんなに。サクちゃんにはりょうさんとか。はい。りょうくんとかも呼ばれますね。りょうくん、はい、りょうくん、さくちゃんでいいのかな。そう、さくちゃんって呼んじゃってるんで。はい、さくちゃん、あ、さくちゃんって呼ばれますよ。全然りょうくんで大丈夫です。りょうくん、大丈夫です。すごい、お願いします。はい、お願いします。あの、ミュージックセッション出たら、はい、タモリさんも、あ、タモリをタモリさんって呼べるんです。わかります。テレビで見てるだけでもタモリって言うけど、出るとタモリさんって呼べるっていうか、そっちの方が近しい感じだから、今度からサクちゃん、リョウ君と呼べるわけだ。そうですね。知り合ってなかったら石川リョウって呼んでるんですよ。確かに。そうですよね。今度からリョウ君。僕もよく試合でギャラリーの人にすれ違うときに、おい石川リョウだってめっちゃ言われるんで、そのまんまがいるとフルネーム出てくるんだなみたいな感じで思いますね。リョウ君って言ったらもう一個近づいてますね。距離が縮まりました。僕はでももうまさかなんてお呼びしたらいいんですか？そうですね、逆。まあでも一番、はるいちさんでもいい。はるいちさん。はるいちでもいいんだけど。はるいちはあれですね、ちょっと面と向かっては呼べないです。はい、僕らも小学生の頃は聞いてた時は、そのはるいちっていうカタカナの名前のイメージがあったんで、なんですけど。でもいいんだけど、まあ、はるいちさんで。はるいちさんで。はるいちさんで。お願いします。お願いします。はい、私はニックネームあだ名結構いっぱいあって、はい、そうなんですね。はい、なんかスタンダードにユリナもありますし、面白いさんは、はい、あと面白いのと、はい、ユリナのリナでリナ呼びだったり、はい、あとはなーちゃん、ユリナのナでナーちゃん、なーちゃんが一番近いかな。なーちゃん可愛いですね。じゃあなーちゃんの、はい、はい、はい、お願いします。お願いします。でも2人昨日まで試合ですもんね。そうですね。すごい。さっきも話したんですけど、はい、こういう本当に現役、はい、現役じゃないわ、はい、シーズン真っ只中のプロと一緒に同じスポーツできる機会ってなかなかゴルフがあんまないですもんね。確かにそうですね。結構一緒に、はい、あのプロもアマも問わず一緒にゴルフやると、うん、僕らで普通に真剣にやれますし、なんか他のスポーツだとなかなかこうお互いに真剣にできるみたいな。ピッチャーの本気でちょっと怖いじゃないですか。だから僕らで割と真剣にね、薄くできるんで、ゴルフはそこはいいなと思います。じゃあ、はい、お願いしていいですか？はい、行きましょう。行きます。お願いします。お願いします。じゃあ私から行きたいと。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おお、ナイスショー。ありがとうございます。すごっ、綺麗。ノー練習で一振りで。すごいですよ。そうだ、すごい。ライブ前より緊張します。すごい。
うわー、ナイスショー。ナイスで、ありがとうございます。素晴らしい。飛んでますね。うまっ。じゃあ、お願いします。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。なかなかこんな近くで見れることないですもんね。本当ですよ。すごい。ありがとうございます。すごい。あ、ちょっと木に当たった。口角がずっと上がっちゃう。これプロは緊張しないですか？めっちゃ緊張します。サクちゃんは分かんないですけど、スタートホールが一番緊張するな、はい、俺は。あ、やっぱするんですね、はい、そりゃね。あ、ごめんなさい、行きますか。ちょっと右、うん、大丈夫そう。ちょうど、はい、あ、大丈夫です、見えました。行きます。はい、行きます。行きます。お願いします。行きましょうか。お願いします。わー、始まった。始まりました。あれかな。お、あ、ありましたね。ありました。はい、果てしないな。パー5ちょっと長いです。まだまだ、はい。これ飲んでたらタクシー乗る距離ですよね。確かに、そうですよね。じゃあ、せっかくだからこれはラフを楽しみましょうか。ラフは何？これは、はい、歯を食いって打つ。なんかこれはこれ今ボールがちょうどほんのちょっとだけ浮いてるんで、はい、意外と打ち込まないでさらっと打ってみてください。さらっと、はい、沈んでないんで。おー、ナイスショー。さらっと、オッケーです、オッケーです、うん、で、小学校から。そうですね、私は8歳の時に、うん、8歳、あのフェニックス、はい、宮崎のところでジュニアのレッスンがあったんですけど、そこで通い始めました、8歳の時に。そうなんですね。プロになってる人たちも一緒に試合とかやってたんでしょ、うんうん、そうですね、夏の大会とか、はい、一緒に回っててちょっと上手すぎて私子供ながらに精神的に結構追い込まれてました。同級生の。あ、プロだったの誰です？ミルオモカちゃんだったりとか。上手かった。めっちゃ上手、もうめっちゃ上手かったです。確かに、もうすごかったです。お二人は もちろんジュニアからやってるんでしょうけど。そうですね、僕も本当5歳ぐらいから。5歳、はい、初めて、多分6歳ぐらいの時に練習場に初めて行って、うん、ちなみに70代を出したのは何歳の時ですか？70代は、でもあの、はい、小学校 4,5 年生ぐらいだと思うんですけど、でもレディースティーから回ってました。けど70に耐えかける、はい、すごいですね。持ってますね。でも7番アイアン持ってたんですけど、はい、あ、でもこれもライいい方なので、はい、はい、さらっと先さっき打つ感じで、まあ、左がちょっとダメで、はい、ラフとかちょっと力入って左行っちゃったりとかがしやすいので、はい、奥に見えるカート道とか、あ、はい、カート道、あのラインに飛んでいけばいいなって感じで、はい、ありがとうございます。さらっとカート道、はい、さらっとか。このさらっとがね、でも難しいですよね。おー、ナイスね。ありがとうございます。ナイスのスイングはどうですか？いや、すごいです。力強いです。力強い。やっぱりね、綺麗ですね。さすが、やっていただき、三浦桃香とやってきただけある、はい、そんな、うん、名前を何度も綺麗です。3番ウッド。3番ウッドです。3番ウッド。わー、ナイスショー。すごい。バンカーとかもちょっとスタンス広げてフェース開いて、こうちょっと上からカット目に打つんですけど、それをラフからやる感じですね。で、この場合だと左のすぐそこの木には当てたくないので、ちょっとスライスして右に行っても仕方ないかなっていう感じで打ちます。うん、わあ、言うた通り。すごい。こんな感じです。はい。お願
ありがとうございます。すげえ魔法使いだ、はい、ギャラリー、ギャラリーになった気分。140、はい、140で8番。このもうほんまここまで来てプロだったら外したりしたらもう夜までクヨクヨしちゃう。いや、いやあれですね、とりあえず練習しようみたいな感じ。これはそうですね、ちょっとピンの左狙ってっていう感じですかね、はい、僕の場合だったら。よし、うまい、ナイスショー、当たったじゃん、うん、めっちゃいい当たり、ナイスナイスナイス。これ自分が思ってるよりも思い切った方がいいんですかね。あ、一回素振りしてもらっていいですか、この距離のイメージで、はい、ピンまで40ぐらいで、こんぐらいのめっちゃいい感じですよ。なんか絶対に届かないなっていう感じには見えないんで、いざ打つときにめっちゃ緩むんですかね。緩んじゃうんですよ。確かに。で結構やっぱり、うん、あの僕だとインパクトで緩んでしまった時の距離感、飛距離って、はい、次に参考にしていけないんですよね。なので、うん、そのインパクトは絶対に緩まないっていうのをアプローチは条件にしてて、その緩まなかったインパクトで何ヤード飛んだかっていうのを覚えておくと、うん、はい、次にどんどん行かせるんですけど、緩むってなると1緩んだり5緩んだり、うん、7緩んだりするのがあるんで、はい、そのインパクトの力感は割と自分の中で1個の線を引いてしっかりっていう、しっかりでそれでオーバーしたら、あ、振り幅ちょっと小さくしようみたいな感じにしていけばよくて、うんうんうん、緩んでショートしたら今のでしっかり打ったらどうなるんだろうって分かんないまま次のホール行かなきゃいけないんで、はい、まずはインパクトしっかり打ってみて、しっかりオーバーするのかショートするのかはもう分かんないみたいな感じで、一、はい、回勘でしっかり打つみたいな。分かりました、はい、しっかり打ちます。うまい、いいんじゃない、ナイスありがとうございます、しっかり打ちました。しっかり打ちましたね。だほんあとほんのちょっとだけ振り幅が小さかったら、うん、この40ヤードぐらいは OK かなみたいな。たで逆に言うと今ので、はい、45ヤードぐらいキャリーしてるんで、そしたらもう今45ヤード体にもう染み込んだんで、はい、今のが45ですって覚えておけばいいんで、はい、もう45は得意距離になってくるみたいな。ありがとうございます、はい、あ、入れ、あ、え、惜しい、強かったんですけど、はい、意外と伸びたね、はい、早いのかな。うまい、ナイスタッチ、ナイスです、ありがとうございます。下りのフックで、フックで、はい、はい、ジャストタッチみたいな感じで、おー、心構えで教えてください。心構え、しっかり自分の狙いと、うん、あとスピード感を決める。決める。はい。決めて、うん、もうそれに迷わずにそれを。なるほど。ま、はい、迷わないということが大切なんですね。はい、お、お、ま、おお、ナイス。迷わない。うま、迷わない。うん、惜しい、ナイス、ナイス、いいです、おー、惜しい、惜しい、入れちゃいます、はい、ナイス、よいしょ。ここは4人でニアピンやりますか。やりたいです。じゃあニアピン勝負しましょう、はい、頑張ります。同じ T からで、同じ T からいきます、同じ T から、せっかくなので、お、でもあのドライバーの感じだったらいけそう、はい、え、でもこれ本当に池の圧がすごすぎてちょっとメンタル、しおさん、ちょっとこれ、はい、もし勝ったらその時計をいただけませんか。この時計ですか、はい、いやけどこれはもう受けて立ちましょう。いいですか、はい、
これは負けられない。ちょっとじゃあ頑張っちゃいます。池に負けず。あー、おー、美味しそう。わ、でも、うん、わ、全然こう惜しい、うん、グリーンに一回乗ったけど、はい、ちょっと奥こうです、はい、ありがとうございます。グリーンは全然行ってましたね、うん、内緒です。ありがとうございます。わあ、かっこいい音だね。わお、ナイス。ナイス。ありがとうございます。すごい。あや、すごい。あれ、昨日は昨日よりもいいショット撮った。あ、全然勝てなかった。好きない。りょうさん、僕が勝ったら時計が勝った。レア。わかりました。レアを目指して。可愛く言えんかったけど。おー、おー、ナイスショー。ナイスショー。届かんかな。うわー、惜しい。惜しい。惜しいっす。その時計遠いな。あれ、惜しい。引き分けです。はい、一緒に、はい、ちょっとライン読んだんですけど、そうなんです。めっちゃいい感じの、はい、線の向き向いてますね。あとはじゃあこれ通りに打てればですか。うん、曲がりますね、結構。じゃあいきます。おー、おー、すごい。すげえ。ありがとうございます。すげえ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。結構どの瞬間ももうなんか貴重なお話ばかりで、もうすぐメモしたいですけれども、なんかトレーニングのお話、私聞きたかったことだったり、それこそメンタルコントロールのお話も聞けたので、なんかこうアーティストとあのアスリートっていう違うジャンルだけど、そういうこう共通する部分が多くあるなっていうのも感じて、あのすごく勉強になりました。あのやっぱミスを想定してやってるっていうのが、まあミスはもうあると、うん、でそのミスをくよくよしに来たんじゃなくて、ミスを許容していいプレーをしに来たんだって軽く考えると、ああいうメンタルっていうのは非常にこう我々にも役に立つなっていう。やっぱミスとくよくよしちゃうから、うん、絶対なんかゴルフがちょっとまあ楽というか楽しくもなると思います。なんかいい当たりが出て、すごいいい当たり出てうまくいくか楽しいとかっていうところも当然あるんですけど、やっぱそういう日ばっかりじゃないんで、その時にもこう、あ、自分のなんか狙った通りのミスができてパーが取れたりとか、なのでなんかパー4だったらティーショットもミスショットして、セカンドもミスショットして、アプローチもそんな寄んなかったけど、なんか 1.5 メートルぐらいのパーパットで入れてパーとかっていうことも全然ありますし、でも調子が良くてもティーショットもセカンドも完璧でもバーディーが取れなくてパーで終わる時もあるので、それがスコアカードだったらやっぱ同じ4っていうことになるんで、その4の中にやっぱいろんなことが詰まってるんですけど、結構泥臭くあのやっていくというか、結構そういうところもあって、スコアカードにはこう出ないところもありますね。そうね。でも高校の頃から今までずっとこうやられてることとか、そのやっぱ一つのことを続けてる人ってすごい少数派だと思うんですよ、長く続けるっていうことって。なのでなんか嬉しいとか、そういう方に会えるとすごい話がこう刺激的というか。いつまで踊って歌いたい？
私ですか。でもやっぱり自分がステージに立つことが好きだから、あの周りそのファンの方が見てくれるまではもう体力の限界までは音楽もやりたいですし、芸能の世界ももうヨボヨボのおばあちゃんになるまで頑張りたいなと思ってますね。それ極まるっていうことが多分音楽もゴルフもないですよね、うん、きっと、うん、極めた人ってタイガー・ウッズは極めたのかな、どうなんだろう、音楽エリック・クラプトンは極めたのかなっていう探索もまた面白いですね、うん、きっとね、うんうん、でもなんかこうアイハチョウとかそのずっと昔からあの第一線のもうめちゃくちゃスーパースターの曲がポルノグラフィティさんもうめちゃくちゃいっぱいあって、うん、それってその出た CD が出た頃よりもどんどん洗練されていく感じはあるんですか、うんうん、なんか何百回ってもう何千回って演奏されてる曲がすごいたくさんあると思うんですよ。演奏もうまくはなっていきますけど、まあ、アゲハチョウとかちょっと昔の曲だから、まあ、でもファンの人のものになっていく感じがあって、あ、私のアゲハチョウはみんなにあってもう20年もやってると、うん、なるほど、コンサートで俺たちが演奏アゲハチョウしてるけど、うん、聞いてると私のアゲハチョウがあるから、それはねまた出した時ただヒットした瞬間にやってるアゲハチョウと今やってるアゲハチョウ、うん、まあ、サウダージとかもあるんですけど、うん、あなたのアゲハチョウを僕たちやってるよみたいな感じで空気になるから、それはすごい面白いなと思いましたね。馴染んでいくっていうか、まあ、そうですよね。やっぱり僕がカラオケでスピッツのチェリーを歌っても俺のチェリーだからねあれスピッツのチェリーだけでみたいなことになってから、やっぱ音楽ってその人のものになっていくのがすごい嬉しいことですよね。一番幸せな届き方っていうか、今日はすみません、ありがとうございました。ちょっとお荷物になるんですけど、CD をすげえありがとうございます。あ、参っちゃった。ミュージックアワーとかも、うん、世代っすね。私も私からのちょっと片手で申し訳ないのですが、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ちょっといっぱいなんですがこのグッズはこれは私がデザインしてかわいい、はい、グッズなんですけれども、ありがとうございます。ぜひじゃあお返しといてはなんですが、これを私たちから、そんな、はい、これいいですか。あ、メンズ、あ、なるほど、はい、メンズはメンズで、さくちゃんありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。だからちょっとゴルフだからスカイ A 寄りだから、ちょっとスペシャルに頑張ってもらって、はい、あの今度ライブに我々ライブやってるから、ぜひライブに来ていただいて、はい、いいですか、ここのティーングランドじゃないよ僕が、ぜひ行ってみたい、見てれるとか違う姿を、ね、はい、見ていただきたいですね。行きたいです、はい、ありがとうございます。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。